こんにちは。株式会社信用中部支店業務管理部の上原です。よろしくお願いします。上原さん、信用とはどんな会社なんでしょうか？戸建て住宅、マンション、リフォームや、学校、商業施設など多くのメーカー様や、仕入れ先様とタイアップし、各種建材資材を取り揃えて幅広いサービスをご提供しています。その拠点の一つが株式会社信用中部支店建材事業部です。およそ4700坪の敷地には建材資材がびっしり。上原さん、会社のモットーがあるそうですが。それはですね、必要な時に必要なものを必要なだけご提供するという形で、お客様に幅広いサービスをしていきたいと思っております。こちらがプレカット部材になります。沖縄では近年木造住宅がかなり増えておりまして、そちらに配送するために保管して配送する準備をするための場所になります。常にですね、十数棟の部材をこちらの方に揃えていまして、で順次回転して出ていくような形になります。戸建て住宅の約今木造住宅が3割程度になっておりまして、かなり伸びてきております。保管している材木の量もさることながら、その対応力もすごいんです。次々と入ってくる注文に11台の配送車で対応しています。資材だけではありません。木材の加工、仕上げ、納品まで自社で一貫した作業も行っています。こんにちは。どのような作業をされているんですか？これですか？今パソコン上でデータを入れて機械で加工する作業ですね。データ化したものを加工する NC 加工を導入することで作業の効率化を図りました。手作業でやるとどうしても限界っていうのがあるので、で同じ精度が全然出ないです。機械が全部計算するんです。加工時間が全部出ます。10分21秒。これ手で作業するともう多分 2,3 時間は軽くかかります。でそれを機械でやることによって短縮および安全性です。細かい加工も全部大体できます。1回のデータを作ってしまえば、次やるときはまた同じものがデータ化されているので、作業効率がだいぶ上がってきます。滑らかな曲線もお手の物。やっぱり自分なんかのオリジナリティのある仕事ができるようになったっていうのは大きな差じゃないかなと思います。木造の家を建てる上で不安を解消する秘策があります。それがボラケアです。ボラケアとは木材の保存、主に木が腐るのを防ぐ、であとシロアリを防ぐ、これを目的として開発された商品です。自然鉱物から作られたボラケアの主成分ホウ酸は、目薬や食品保存にも使用される物質です。空気中の湿度を利用して木材中に拡散浸透する性質があり、定着性にも優れています。ボラケアの日本代理店AFM ジャパンと合同で沖縄県内にて2015年から実証実験を開始、現在も継続して効果の確認をしています。株式会社信用では各種建材や、住宅設備機器、家を一棟丸ごと、ご提供するサービスを行っております。で我が社のモットーとして、お客様との共感を大切に、家づくりのプロとしてこだわりの資材と健康で楽しい住空間を提供するということを心がけております。どうぞよろしくお願いいたします。